それでは甲状腺検査について事務局から説明をお願いします。福島医大の鈴木でございます。3の1は先行検査の暫定版です。結果判明が793名増加した29万7046名、99.5% の判明率ですが、二次検査の進捗の方でも受診者数が2067名、その中で細胞診まで施行された方が523名、39.4%で、その中で細胞診の結果が悪性ないし悪性疑いと出たものが前回109名の報告でしたが、この4名、細胞診実施した中の1名が悪性ないし悪性疑いということで110名になりました。で、実際これは25年度の実施対象市町村のところが1名増えてまして、悪性ないし悪性疑いの合計110名中、手術は87人と、前回85人実施でしたので2名増えております。で、いずれも2名増えた方は乳頭がんの最終診断でありました。で、資料の3の2をご覧ください。こちらが本格検査でございます。検査の一次検査の進捗状況ですが、受診者数が10万6068名、受診率からしますと 48.6% で、前回から比べて 10.6% の受診率の増加を認めております。で、判定結果は7万5311名、 B 判定が611名と、前回に比べて154名増加して 0.8% ということでございます。二次検査の進捗状況は377名の受診者、細胞診を施行されたものも22例、13.1%ですが、この22人のうち8名が悪性ないし悪性疑いと出て、前回の報告に比べて4名増えております。細胞診も倍の11名から22名に増えて、悪性ないし悪性疑いも4名から8名に増えております。で、手術実施が1名、乳頭がんと結果が出ております。悪性ないし悪性疑いが8人になったということで、この中で3名は有所見者であったんですよね。それで、この乳頭がんの方はその中から出たのか、そうでないのか、ちょっとお伺いしたいと。今回の8人の悪性ないし悪性疑いのものは、前回が A1 が5名、A2 が3名ということで、いずれも B 判定ではない人が対象になっています。意見がある中で、放射線の影響が特に内部被曝との関わりがはっきりしない中でですね、ただ単純に大きさ比べてみても、それそのものに意味があるとは思えないんですが、高橋先生から一つ今どんな感じなのか教えていただけると嬉しいですけど。内部被曝については全くやってないわけではありません。例えば1080名くらいの子どもさんの実測値がある方に対しては、300数名ほど行動調査を県からいただきまして、それに基づいて、先ほど徳波委員からご紹介ありましたパターン化、それからスイッターのシミュレーション、それから要素とセシウムの比率等から計算できるようなシステムを作って、今計算を始めたまだばかりで、それが310名、それから先行調査として法医研でホールボディカウンターを行った方が170数名おります。その方の中から110名ぐらいですか、行動を県からいただいた、それについても今分析をしております。それからもう一つのパターンとして、いわき市からいただいたホールボディカウンターのデータから、これもやはりセシウムと要素、それからシミュレーションから行動を追って線量を測るということをやっております。ただ総数がそんなに多くなっていないということもあって、まだ1080名ぐらいの子どもの調査がどこまで反映しているのか、例えばその3と申しました、300数名と申しましても、実は家族で入っている方がいらっしゃると、4名家族入っていると、もうそれだけでほとんどパターンが同じになるとかですね、かなり限定された部分があるので、できる限り母集団というか数を多くしてパターンを決めていくみたいな作業がもっと必要かなというふうに感じております。以上です。そういうふうにパターン化をしていくと、一人一人個人に当てはめて、個人個人の内部被曝の推計ができるというふうに理解していいでしょうか。パターン化で言いますと、個人まではいかない、その測った人でしか分かりません。ただ例えば1080数名のデータが、そのどの程度代表兼実際の、我々の推定するデータを反映しているのか、それからシミュレーションと差がどれぐらいあるのかということがかなり分かってくると、
推計する人たちの人口がかなり増えてくると思いますよね。ですから個々人というよりは、もうちょっと全体像が明らかになってくるという理解の方がいいかなと思います。大体のところで結構なんですが、今後 そのスケジュール的な見通しはいかがでしょうか。今やっている、先ほど申しました調査が大体今年、今年度3月か4月ぐらいにかけては一つの答えを出さなければいけないかなと思っております。ただまだ行動調査がどれぐらいあと増えてくるかによっても答えの出方は違ってくります。ただ今我々が持っているデータについてはなるべく早期に出さなければいけないと思っております。今回新たに甲状腺でがんの方、がんの疑いのある方ということが出ましたけれども、原発事故との因果関係についてのご所見をお聞かせください。はい、ありがとうございます。原発事故との関連ですけれども、これまでも何度も述べてまいりました。ないとは言えないということを言ってまいりました。ただ今回、この新たな患者が見つかったというようなことをもってですね、これまでの評価を変えるようなものではないというふうに理解しています。従いましてこれでいいということではありませんから、今後も引き続き調査を進めていくことと、何度も話が出ていますが内部被曝との関係性などについても検索していく必要はあると思っています。健康調査を始めるにあたって、またその前に県の方であったり県立医科大の方でその放射性要素の内部被曝を調べなかった理由っていうのがちょっといまいちよくわからなかったので、そこをまずちょっとお伺いさせていただいてよろしいでしょうか。私にこの立場でそれを聞かれてもですね、わからないとしか答えがようがないのと、ただ私も現場にいてさまざまな県内で活動していたことはありますけれども、その時にどういうふうにしていたのか分かりますが、非常に混乱の中にあったということだけは覚えています。ですからこれは誰に偉大がというんではないんだろうと思うんですけれども、しなかった理由はっていうのには答えられる人はいないような気がするんですけど。要は調査を始めるにあたって、はい、その内部被曝、要素の内部被曝の調査も組み込むことは可能だったのかなと思うんで、その一番最初の調査を作られた方、どなたになるのか、おそらく医大の方になるんでしょうけども、その方のご所見をちょっとお伺いできればなと思います。最初から関わった一人ですので、ご質問への直接の答えになるかどうか分かりませんけれども、医大がこの県民、当時は健康管理調査ということで、私たちが県の方から受託して調査を開始する際に、内部被曝に関しては私たちの方に依頼はなくというかですね、医大の方では外部被曝を中心に評価するということが私たちに期待され依頼された内容だというふうに理解しています。以上です。この甲状腺検査、合図と合図を対象群として比較するということも当初検討にあったということで、1年前ほどご回答もあったかと思いますが、この、地域別の比較ということに対して評価部会などでもう無理であるという声もありますが、引き続きこういった比較というのは有効だというふうにお考えかどうか、あるいはもう使えないというお考えかどうかというのをお聞きしたいと思います。会津地域とのということですけれども、当初はケースコントロールというかですね、暴露の多いところと少ないところの地域比較という考え方もあるかなということで、一つの案としてはそういうのも検討しました。しかしながらその後、今ご存知のように全県でやるということになりましたので、地域比較ということに関しては、通常は地域というのが持っている特性というのはその個人の行動や生活っていう生活習慣等に大きな影響があると、そういう前提で地域というのもある変数にするわけですけれども、今回の状況に関して言えば、たとえ会津に住んでいても一時期線量の高いところに長期間いたような場合には、個人で言えばその人の暴露量は多いということもありますので、地域変数というのが持っている意味が通常のというか他の検査とはちょっと違うということで、今回その地域比較というのが有効かというと、地域比較ではなくて本来やはり線量での暴露要因としての意味を
曝露要因としての、地域変数ではなくて、曝露されているその線量自体を本来要因に入れるということが適切だろうというふうには考えています。チェルノブイリでは、だいたい20年後ぐらいその線量との応答関係というのが、まあ、論文になってはっきりするまでに20年ぐらいかかっているというのが認識なんですけども、ご指摘のようにですね、チェルノブイリにおける甲状腺の放射性要素による内部被曝、甲状腺の内部被曝線量というのは、これはまあ、事故後、まあ、10年ぐらいから、ずっと検討がなされてきて、かなり信用性におけるというふうな評価を受けるようになったような線量評価が出たのはそんな昔ではないというのは、それはその通りであります。しかしながらチェルノブイリにおいて甲状腺がん、特にその小児甲状腺がんが事故によって増えたというのは、必ずしもその線量と甲状腺がんだけの関連ではなくて、例えば放射性要素を暴露したような要するに事故当時の子供だった群と、それ以降事故以降に生まれた放射性要素を暴露していない群の甲状腺の疾患の頻度を比較してそこに差があるとか、あるいは甲状腺がん、それこそ今回も少し話題になりましたけれども、発症当時あるいは事故当時の年齢と甲状腺がんの数との因果関係、こういったものを総合的に判断してチェルノブイリでは、まあ、大体事故から5年後から10年後ぐらいに、まあ最終的に国連機関でもですね、甲状腺がんの増加が認められると、小児だった世代における甲状腺が認められるというふうな報告をしたというふうに理解をしています。ということは、今回のこの福島県のケース、この調査のケースにおいて、その例えば何らかの因果関係あるなしというのを、ある程度このまとまった見解というのを出すのにどれぐらいの期間というのを、まあ、高村先生 の, ご見解で良いかと思うんですけども、どれくらいの期間とどういったその解析が必要になってくるかというお見立ての方を教えていただければ。年数でですね、年数で何年でそれが分かりますというようなことはなかなか難しいと思います。要するにその評価をできるだけのデータがその時点で揃うかどうかということになるかと思います。先ほど先行調査と本格調査の結果を比べないといけないというふうな話をしましたけども、そういったデータをきちんと比較できるぐらいのデータが出揃った、でそこで評価をするということが必要で、何年経ったからできるという問題ではなかろうかと思います。県民の声のところで出てきたその健康調査以外で甲状腺が出ているケースがこの検査結果に入っていないのはおかしいという声だったんですが、遺伝子診断を10月にされたときに1名この検査以外の方が含まれていたかと思います。県立医大の中で18歳未満のその甲状腺がんでこの検診以外で把握されてたケースがあるかどうか教えていただければと思います。遺伝子検査で報告させてもらった中に、県民健康調査以外の人が入っていたというのは県立医大で同意を得て手術をした中にそういう人がいたということですが、それは県民健康調査の対象の年齢ではありません。ただ20代の方ですので、ただ同じ年齢が近いので、その研究に参加していただきました。あとそれ以外のことは診療情報ですので十分に検討して部会や専門この検討委員会等で話があればまたお出しするしないということになるかと思います。